これでいいのか。マインクラフトフリー。注意、読むの面倒なので自分で読んでね。卒業生の言葉。卒業生代表、創造主。はい。本日をもちまして、僕たちはこの学び屋を、卒業します。卒業します。この学校生活でたくさんの思い出ができました。楽しかった体育祭。体育祭。思い出に残った文化祭。文化祭。みんなで行った修学旅行。千葉市は、たくさん書いた反省文。ごめんなさい。学び続けた3年間。赤点、上地、ここ。かけがえのない仲間との出会い。そう、フォロワー。仲間との別れ。不動性と働く。実際あってはならないが、意外と少々楽しんだ。火災訓練。これを学んで大人に一歩近づいた。保健体育。大人の心の汚さを学んだ。現代文の授業。かけがえのない思い出とともに、今日、僕たちは、この学び屋から巣立ちます。待ってろよ。カオス渦巻く現代社会よ。休業プリーズ。以上、卒業生の言葉。ホタルの光、頂点は、間もなく平殿となります。またの起こしを。お待ちしてます。鐘を落とせよお客ども。みんなが食べた離乳食。父離れした男たちは大人になって再びおっぱいに帰ってきます。よろしくお願いします。なんなのよこの茶番は。いやまあ今ってさ卒業シーズンじゃん。なんか懐かしくなっちゃったからさ、村人たちに卒業式ごっこに付き合ってもらったのさ。そんな卒業式だと親御さん泣いちゃうよ。感動して。そういう涙じゃない。どう、卒業式ごっこ楽しかった？全然。てか卒業式ってなんやねん。いいこと思いついた。村人たちに全国の卒業生へのお祝いコメントをしてもらおう。そんな余計なことしなくていいのに。せっかくの機会なんだから祝ってもらおうじゃないか。あらま、お久しぶりっす。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。楽しいことだけでなく、この先辛いことや苦しいこともあるでしょうが、そんな時は俺が活躍する動画を見て元気を取り戻してください。人生における大切なことは、俺が動画の中でたくさん教えたはずです。大切なことって何かって？愛だよ。ご卒業おめでとうございます。本屋の店員として一言。この世界を生きていくための知恵は、先人たちが書物に書き残してくれています。ぜひ本を有効活用してください。私も本を読んだおかげで、蚊の幼虫がボウフラであることを知りました。俺ってさ、こんなクズみたいな人間だけどよ。それでもなんとか生きてこれたんだよな。僕が兄さんをいつも助けてますからね。まあ、生きてやなんとかなるもんよ。僕がいなきゃ何もできないくせに。ウエッス、はじめまして。俺、バナナが大好きなチンパン系猿男子。うほうほ、おえーっぷ。酒臭かったらごめんな。俺、バナナが好きだからバナナの話するな。男子たちよ、バナナはどこを向く？そうだよな。
興奮すると上を向くよな。でも、後ろには伸びないよな。前方向に伸びるよな。つまりだ、お前らのバナナはな。前向きに、上を向いて人生を歩めって言ってんだよ。わかったかバカ野郎。ウッキー。お酒はほどほどに。酒を飲む人生は楽しいですが、酒に飲まれる人生は悲惨です。あなたの人生の主人公は、あなたと酒、どっちですかな？神よ、卒業生たちに祝福を。彼らの人生が有意義であらんことを。お祈りしてやったから料金払え。これはビジネスだ。卒業生。よく知らねえしどうでもいいけどよ。てめえがパン食えよ。パンが嫌いな奴は俺が処刑する。この世はパンのためにある。オケラもミミズもみんなみんな。おめでとうおめでとう。みんな一緒。嬉しいね。ピースピース。ということで村の皆さんからのお祝いコメントでした。きっと今頃動画見てる人は感動で泣いてるよ。たとえ視聴者さんが頭おかしくてもそうはならないかと。今日のこの動画は喜びで満ち溢れているよ。こうして今撮影していることを嬉しく思うし、誇りに思う。キュータも卒業生を祝ってあげてくれ。ここで私から一つ提案があります。ほほう。言ってみたまえ。今って卒業シーズンだし、だからこそ今が一番いいタイミングだと思うの。ほう。ということでですね。下ネタを卒業しましょう。何を言っているのかさっぱり。現実を見なさい、と言えばいいかしら？確かに厳しい世の中になってきた。その波はまだ小さいけれど、確かに僕のチャンネルにもやってきた。再生数が100万回を超える動画も、規制の対象となってしまった。今のところ規制された動画は全体の中のごく一部であるが、まあ、未来のことなど誰にもわからない。僕のチャンネルの将来がどうなるかなんてわかりっこない。僕のチャンネルを今後どうしていくべきなのか。僕の力が今、問われているのかもしれない。どうする？紳士さんよ。それから僕は考え続けた。考えて考えて、そしてある結論に達した。下ネタを卒業しましょうかね。では村人の皆さん、重要な話なのでお聞きください。まあ、こっち向かなくてもいいから耳だけ傾けといて。これは卒業式ごっこではなく、本当の卒業式です。熟考の末、決断しました。本日をもちまして、僕は、下ネタを卒業します。本当です。嘘やびっくり企画ではなく、本当に下ネタから卒業したいと思います。そんな僕を今後もよろしくお願いいたします。うんうん。それでいい。今後は真面目にやっていこうね。ということで今後の僕は、紳士ジョークを言います。どういうこと？下ネタっていう言葉がなんか気に食わないんだ。下っていう音だけで、なんか下品な感じがするじゃないか。女の子の綺麗な裸とかさ、柔らかな胸の美しさを、下ネタという下品な言葉とセットにしていいのか？言い訳がない。女の子が汚れる。そうだ、汚しちゃいけないんだ。そんなの紳士らしくない？村人たちよ、そして今見ている視聴者さんたちよ、今後は下ネタという言葉の使用を控えよ。その代わり、紳士ジョークという言葉を使うがいい？了解であります。それで何も解決してないでしょうが。全然根本的に解決になってないでしょ。いやいや、言葉の力ってのはすごいものだよ。甘く見ちゃいけない。使う言葉が変わるだけで、人の心への響き方が全然違うのだ。君もそう思うだろ？え？ああ、そうっすね。久しぶりに脳みそ使いまくって疲れてしまったよ。こんなに哲学的なことを考え込んだのも久しい。哲学とは到底思えないくだらないことだよ。もうくたくただ。癒しが欲しい。
久しぶりに一緒にお風呂入らないか。下ネタとセクハラ禁止。ははは、ただのジョークさ。紳士ジョーク。紳士ジョークも禁止。厳しい要請だこと。でも、ありがとうね。本当に感謝している。え？急に何よ。本当にただただお礼申し上げたい。いや、そんな急にわけわからないタイミングで感謝されても。君が下ネタを卒業しなさいって言わなければ、僕は悟りを開けなかっただろうし、紳士ジョークという言葉も生まれなかっただろう。このわからずや、おバカ。よかったらチャンネル登録してね。僕もまた一つ大人になった気分だよ。全然何も解決してないでしょうが。っていうか動画の内容で運営さんに怒られたらどうするのよ。その時はだな。素直にごめんなさい、だな。